首位打者の森、初球打ちセンターです。西川少し下がって、もう見送っているぞ、グッバイ。ただ今ね、審判団が集まってるんですが、はいはい、西川選手が、打球判断できてなかったんですね、見えてなかったので、はいはい、ボールの行方を失ってたんですけども、ですからそのあたりでこうアンパイアが何かね協議をしていると思うんですよね。まあ、いわゆるボールの、行方がちょっと見失っていたと審判団が判断したということですか。そうですね、見えにくくなっている、はい、このまま球審の森です。本試合をコールドゲームといたします。西本コールドゲームといたします。ということで今球審責任審判の森氏が語ったのは、日没